皆さんこんにちは、ショーマニです。今回紹介するトミカはナンバー31番、トヨタカムリスポーツ覆面パトロールカーです。スケールは1/64でアクションギミックはサスペンションのみとなっています。で、材質表示はこちらに書いてあります。ここにはちゃんとトヨタの文字が書かれてますね。ちゃんと許可を得ましたということですね。で、面倒いベトナム製になります。それではまずビニールを剥がしていきましょう。無事に剥がしました。それでは開封していきます。取り出します。あとは入ってないですね。なんか袋がでかいあれ、いつもよりでかいですね。袋があれでかすぎないあれ変わったのかな。内袋がすごいでかいです。はい、それではまず全体を見ていきましょう。それではまず左側面、前、右側面、後ろ、真上、真下です。しっかり加工されてますね。この下の部分いいですね。で、アクションギミックはサスペンションのみとなっております。しっかり効いてますね。サスペンションいい感じです。それでは詳しく見ていきましょう。中を覗いてみます。ハンドル、ギア、ドリンクホルダー、しっかり忠実に再現されてますね。そしてシートには模様があります。ダッシュボード部分はこんな感じですね。で、後ろのシートはこんな感じですね。後ろのシートにもしっかり模様があります。で、前ですね。しっかり色分けされてます。で、ヘッドライトは銀色の塗装で塗られてますね。で、よく見るとここも忠実に再現されてますね。フロントグリルの部分ですね。で、フロント部分にはトヨタのロゴマーク、エンブレムが書かれてます。しっかり単本印刷になってます。ルームミラーもあります。で、反対側ですね。
反対側からも内装を見てみましょう。で、後ろですね。後ろの真ん中の部分にもトヨタのロゴマーク、エンブレムが書かれています。で、テールランプ、ブレーキランプは赤の塗装で塗られてますね。で、あとこれはバックギアに入れた時に光る部分ですね、ライトですね。その部分は銀色の塗装で塗られています。しっかり色分けされてますね。で、パトランプ、赤色灯ですね、の部分は赤のクリアパーツになってます。今にも点灯しそうですね。で、走りはこんな感じです。というわけで、今回はトミカナンバー31番トヨタカムリスポーツ覆面パトロールカーの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録お願いします。それでは失礼します。さよなら。